花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日は金玉とね、言いますけどもですね、ゲストいらっしゃらない時、なかなかね、金玉っていう金尾魂っていうねことですけどもですね、滑舌よくやってまいりましょう。まずは松下としみさん。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お、なんかそれスカンクの帽子かな。スカンク、何そのスカンクの帽子。スカンクが頭に止まってるんじゃない、あなた。あったかいのね、これね。もうなんかね、もう出足から本当にやる気出しますよね。ということで、ね、本当にいやね、ということで、久しぶりに桜田武史君。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。元気、本当久しぶり ね、 ね、なんか見るたびにヒゲが生えてきて、どんどんなんかヒゲが千人みたいに。そうです、ね、桜田千人。いやいやいや、ちょっと下も生えてきたよ ね、 ね、あ、少しね、ね、なかなか少し何、ヒゲは白髪になっちゃうの。ヒゲは白髪ですね。あ、俺もそうなのよ。だから俺だからヒゲ生やさないもん。そう、前ね、だから10年ぐらい前生やしてたんだけど、うん、あ、白髪がだんだんこう出てくるじゃないですか。はいはい、一回やめたんですよ、はいはいはい、生やすの、うん、なんだけど最近マスクつけるとね、直接肌に触れると、ね、あ、言ってたね、なんかね。 それでちょっとひげ伸ばしたら少しでも緩和するかなと思って。いや、だからもうマスクはいいでしょ、そろそろね、うん、外したいですよね、うん、こんなこと言ったら大変なことになるかもしれないけどもね。俺はだから朝ウォーキングとかしてるんだけど、うんうん、その時はね、人がいないから、できるだけこうやっぱ外の匂いとかそういうのを嗅いでないと五感がなんか下手ってくるんじゃない、うん、そういう気がするんだよね、うん、気分的に、うんうん、なんかこうそういうのあるじゃない。あれ、どっかあれですよね、外国どっかもマスクしなくていいとか、あ、なんか、ね、うん、なんか言ってたね、うんうん、まあいろいろね、それぞれありますけども、できるだけそういうふうなね、こと、いい感じになっていくことを望んでますけどもですね、はい、今日は金玉、はい、歌っていきましょうか、なんかね、何しようかな。あ、俺、徳間ジャパンの時の、シングル版ね、シルバーディスク、シルバーディスクあれから行こうかな、ちょっとシルバーディスク、ゆるく行きますか、はい、スティラーラビューね、はい、街で見つけた今夜だけのパートナー、傷ついているのは君だけじゃない、虚しさだけを感じているのは俺だけじゃないはずさ、この街のどこかで愛だけで Sail away、 生きていけたなら笑い合っていつも暮らせたなら、ついで飲み干したロンリーハート、心の痛みは癒せはしない、冷たい風が吹き抜けるロンリータウン、感じている「悲しみのせいだ」
ということで、ステラララビュー、バラードバージョンをお届けしましたけどですね。はい。え？シーンとしたら。いや、まったりとして。まったりしね。いい感じじゃないですかね。あ、そうですか、うん。ありがとうございます。楽だね。そうでしょ。本当に楽。これぐらいの曲ね、増やした方がいいかもね。まあ、だいたいテンポ早いですよね。ライブになると特に。はい、じゃあバラード行きましょうか。お便り行かなくていいでしょ。ラストタイムブルースやろうかな。え、もうお便り、もうちょっと待って、俺ちょっと好きなやつ歌してよ、たまに。俺もゲストが入ってさ、全部歌って、歌ってよ。どうぞどうぞ。歌いたいもん。じゃあもう、エンドレスで。でもちょっと喋らないで歌い続ける。喋らないで歌い続ける。喋らないでね。わかりました。今日はね、思う存分ね、歌ってください。バラード、ちょっとバラードいきましょうかね。ラストタイムブルース、これはね、エピックソニーで僕デビューしたんですけども、これはもう41年前ですね。そのアルバムの中に入っているラストタイムブルースというね曲をご紹介しましょう。背中で聞いて別れのドアを出て行くよ。夜明け間近の風が歌う、oh, oh, oh, Last time blues。 目覚めた古い写真を焼くだろう。最後の恋になるはずが、わがままついでに
たスカも借りてくよ。寒い心に巻きつけて、ということで金尾義郎ラストタイムブルースをお届けしました。じゃあね、次は何行こうかっていう、はい、どうぞ、どうぞ、ということでですね、今日は金玉ということで、はい、好き勝手にやらせていただいております。お便り行きますか。お便り行きますか、はい、こちらから。はい、どうぞどうぞ。はい、金尾さん、としみさん、桜田さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは、清水です。あ、清水さん、久しぶり、ね、はい、まだまだ寒い日が続いていますが、はいはい、皆様体調はいかがでしょうか。バッチリです。暑い、バッチリ、バッチリ、バッチリです。僕も大丈夫だね。大丈夫ね、みんな元気ですね。血圧ちょっと高かったけど、うん、大丈夫です。なんか、うん、あのね、血圧やっぱ運動増やしたら、あ、運動不足、スーッと下がるんだよね。あと風呂とか入ったら、まあ、もちろん下がるんだけど、血流ですね。うん、あのね、まあなんとか。大丈夫ですか。大丈夫です、はい。私は少々体調を崩してしまい、本当、あ、先日のライブも楽しみにしていましたが、うん、行けずにがっかりしています。あ、そうなんだ。 ね、どうし、まあね、まあ、大手術だったからね、清水さんもね、コロナ感染数も増えてライブにも行けずモヤモヤしている方もただ、いると思います、はい、今日はたくさん歌ってください、はい。リクエストは全てです。全てって全て全てっつったらもうあれよ、ね、全部だじゃ、もうそうそう、もう次 の、ね、あの番組ないよもう。がんになると3ヶ月おきに病院で検査を、なるほど、3年間は続けなければいけません、うんうん、そう大変だ ね、しかし早期発見できるのかと考えて前向きに歩いていきます。なるほど、ね、全てのリスナーさんに向けて元気の良い声を発信してください。楽しみにしています。いつもありがとうございます。逆にね、僕の方も励まされます、ね、うちの兄もね、胃がんで全部、あ、そうですね、うん、ステージ4だったんだけど、うん、全摘出して30キロ痩せたけど今元気になってるね。うん、まあ、かなり経ちますか。もう10年経ちますね。あ、じゃあもう解放された感じです、うん、そうそう、30キロ痩せても俺より太ってるからね。え、だって100キロぐらいあったもん。まあ、あ、でもそんくらい蓄えてた方がいいのかもない、うん、だから病気になった時の 体力、ただね、血圧の薬飲まなくて良くなったのと、うん、あ、ずっとの飲んでたみたいなのね。で、その胃を取って30キロ痩せたじゃない。それでそのいいこともあるんだって。血圧の薬飲まなくていい、まず。で、酒飲んだらすぐ酔う。あ、酒の量も少しでいい。冷めるのも早い。へだから、いい部分もあるんだって言ってたよ。あ、そっか、うん、30キロ痩せようとすると大変だもんね、うん、大変ですよ ね。ただやっぱり抗がん剤治療してたから、うん、ものすごく辛かったと思う。それは、ね、抗がん剤、うん、まあいろいろあるけど、もう その時代の頃ってさ、うん、やっぱり何かにすがってさ、やっぱりこう
ステージ4って俺知らなかったのよ、兄が。あで後で聞いたんだけど、まあ、どうしてもそれをしないと、うん、あのお前も見取らなきゃいけないしって言われたけど、俺が先に知るってことになってんだよね。兄貴が全部見取るんだよ。面倒そうそう、母親もまだね、あのもう亡くなったけど、うん、母のこともあるし、お前のこともあるしって言うわけよ。お前のこともあるし。俺が先に死ぬんだよとか言ったらさ、そくさ、まあ、俺がずっと生き残る、最後まで生き残るとか言うわけ。まあそれぐらいだったのが、そうね、うん、生きようとする気力がね大事だね。そうそうそう、そういうね、清水さんも大変だと思うけどもね、うん、あの今頑張ってね、で治療方法もねだいぶ変わってきたからね。そうですよね、昔と全然違いますよね。そうですよね、今ね、ね、うん、あるからね、うん、はい、はい、続いてまいります、はい、ではですね、はい、金尾さん、松下さん、鈴木さん、こんにちは。はい、こんにちは。そして久しぶりの桜田さん、お帰りなさい。はい、ただいま。久しぶりの金玉待ってました。うん、もちろんゲスト会はメールできましたね。はい、ゲスト会はどんなサプライズがあるのかワクワクしながら聞いていますが、金玉はすでに伝統芸能の域に達しているまったり感から来るサプライズが最高です。まったり感って言ったら博多の域やろ。違います。マジで誰でしょうか、はい、3月1日からは日本の鎖国が多少緩和されるようですが、はいはい、以前のように、ね、うん、3泊5日のショートトリップをするにはまだハードルが高いので、うん、もうちょっと待ちます。海外ですね、アトランタ、ね、高橋師範ですか、はい、そうです、はい、ということで今日は遠くにいる大切な人を歌ったマイフレンドリクエストです。I'm gonna see you soon に泣かされます。マジですか。ちなみに道場ではマスクなしで稽古してますで、あ、やっぱり道場とかはね、うん、あのマスクしながらってなかなかできない。そうよ、息苦しいよね。だって私歩くときはもう外ほとんど人がいないときはね外します、うん、じゃないと鼻の中の粘膜も弱くなってくる感じがする。外気を吸ったときになんかすごい痛く感じて、うん、まあ冷たい風っていうのもあるけど、なんだっけ、ちっちゃい子供はマスクしたままだと血の巡りが悪くなって、うん、なんだっけ、脳の発達が悪くなってたっけ、そうそうそう、なんか言ってましたよね、うん、そういうのもある。あ、そう、まあ、大人は今更発達しないからなんだけど、退化する一歩だからね。子供はちょっとね気をつけないとね、ちょっとやばいと思うんだよね、うん、なるほどね、うんうん、子供は風邪の子だし、あ、違うか、そういう意味じゃない、まあそうだね、うん、いろいろあるよね、元気、なんかだからなんかもうここさ、もう 1、2年なんかこう全部押さえつけられてるから、うん、気持ちがこうなんか慣れてね来るよね。そうですね、なんかこの間ちょっと河原行ったらさ、つい最近なんだけど椅子にさ、あのトラロープっていうかさがぐるぐる巻きになって、うん、椅子とテーブルにもう立ち入り禁止になってんのよ。あ、座れない。だから座れないようにしてんだけど、そのひどくてさ、それがそこまでする労力がすごい。イタリアみたいに巻いてあったからね。それをさ、やって歩く人の労力もすごいね。そうだよね。そんなことよりも、うん、信用すればいいのよ。こんな大騒ぎの時にギャーギャー言ったりしないじゃない、うん、まずまあでもいろいろあるんだろうけどさ、ね、うん、まああんまりなんかどうかなと思うな、うん、まあね、そこまでやるとということでね、リクエストをお答えしましょうか、はい、これむ難しい歌なんだよね。難しい歌本当に。でもこれいい歌ですよ。ありがとうございます。いきますか、じゃあリクエストのお答えしましょう。 My friendになったよ。朝の白い光の中、マグノリアの花が咲き、ツバメが舞う。覚えているか、溢れるほどの夢を語り、熱くなって追いかけた。掴んで奢ってくじけて倒れ、泣いて笑って飲んだあの焼け酒。お前の手を握って立ち上がった。
I'm going to see you soon. ということでアトランタの勤務たかしさんのリクエストにお答えしました。マイフレンド、あ、そうですか、ありがとうございます。松田先生、もういやいやいや、コーラスの立ち入るあの隙間がないぐらい良かったです。コーラス忘れてたんじゃないかい。いやいや見えなかったんだよ。いつまでも歌詞見るんじゃないよ。言いながらさ、いやいや、あの聞き入っちゃって、あ、今日はない方がいいなと思ったから。いや、なんか入れなかったし、コーラスなんか入ってなかったよね。入れてないです。あ、本当ですか。あえて、ということでですね、はい、あと私の方からどうぞ行きましょうか、はい。金尾芳郎さん投げ銭 FM 音中ということで、これはね、はい、チャーリー佐藤さんでございますか、はい。皆様こんにちは。こんにちは。おさむございます、ね、はい。昨日は草加流泉寺の湯。いいな、温泉マークが出てますね。でまったりした後、竹の塚で飲み倒した。また倒したんだ。飲み倒す人もいるんです ね、 ね、うん。マスクして飲み倒してるんですかね。どうなんですかね。そうでしょう、ね。ということでですね、あ、娘や嫁と一緒に飲み倒すなんて日本では想像もできなかった幸せな一日でした。これは家族で ね、 家族ね、あの、うん、あの佐藤さんも大変だった、娘さん、ね、奥様がねフィリピンの方で、娘さん入国するのに大変だったの、1年ぐらいかかったみたいな、ね、大変だったと思うね。本当ほのぼのな感じね、うん、そうですね、うん、あのそう、家族がいいですねやっぱりね。ということごめんなさい、どうぞ。いやいや、何今の家族はっていうとなんかちょっと、あ、ね、いいですよね。どうするは家族。いやいやいや、どうぞ。あ、まあね、
ハガイカ幸せな人も見るとハガイカ、はい、テーブルの下では足を蹴り合いながらも楽しそうな明るい生放送をよろしくお願いいたします蹴り合ってませんよそんな大先輩に対してね。いやいやもうね、本当にねこの裏話とかねすると面白いことがたくさんありますね。生放送もねもうこうやってやらせていただいて14年目になりましてね、いろいろありましたよね。いろんな思い出が数たくさんあります。ということでですね、リクエストは日の当たる坂道を久しぶりによろしくお願いします佐藤さんね大好きな歌ですね。佐藤さん好きな歌ですね、日の当たる坂道。ちょっと温度差があるんでチューニングがね、ねやっぱりね、すいませんね。ということでね、日の当たる坂道リクエストいたしましょう。どん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 ね、リクエストどうぞどうぞ、やりましょうか。日の当たる坂道、はい、これは横浜でね作った歌で、横浜にいる時にね日の当たる坂道があったんですね。幸せだった頃ですね今でも幸せですよ日の当たる坂道行きますか。
はい、はい、ということで、佐藤さんのリクエスト、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました。はいはい、日の当たる坂道、はい、ごめんコード間違えたね。何やってるか分かんなくなるから、ね、集中力が足りないんだよね。足りないですね。やばいかな俺ちょっと。ダメですね。うん、すいません。そんなことじゃ。今日は投げ銭いくらって。あ、そうそう。投げ銭。そうですよ。そう。今日はね1万円投げ銭来てますね。飲み倒してるからね。飲み倒しちゃったからね。ご家族分がね。そうそうそう。だからねちょっとね投げ銭少ないとコード間違えるようになってる。そうなの。そうだよ。現金のやつ。そうそう現金のやつですからね。現金大好きね。みんな元気でニコニコ。これさ、うん、ちょっといいですか。いいですよ。ミキさんね、先週三岡さんの時にね、うん、うん、らしいね。そうなの。いただいてたのが今日こっちに届いて一週間遅れてごめんなさい。どういうことなの。なんか届いてなかったんですよあの日。でこれじゃあ本人にねまた三岡さんいらっしゃるんでしょ。あ、この時にお渡ししますね。で今日新たにいただきました。あ、はいはい、皆さんこんにちは。はい、昨日の風の強い寒さが嘘のようにこれから晴れてきそうな博多です。あーはーはー、先週は三岡のお二人でしたね。素敵な音もそうでしたけど、うん、やっぱり幹事さんの爆笑トークがすごかったですね。面白いよね、うん、笑いっぱなしでしたもんだ。今日は金玉あれね、要するに、うん、CD かけてる時のトークを聞くともっと面白いよ、はいはい、映像がね。もう俺もとんでもないこと言ったりしてるんで大笑いだったよね。あれ今度なんか機械見つけて出します。おそらくあれダイレクト音源も入ってるんでしょ鈴木さん。ありますね。あれちょっとね別個に裏話特集。裏金玉。じゃあ今年のさ今年のクリアはそれでいきますか。裏金玉ってなんかやらしい。やらしくないか。やらしくないどこですか、ね、今日は金玉リラックスして楽しめそう、はい、もうリラックスしすぎ、はいはい、まだまだ軽症が多いとはいえ基礎疾患のない10代の人でさえ亡くなることもある病気は怖いけど、はいはいはい、基本は一緒やることあってあとは免疫を上げておく、ね、上げておくことですよね、うん、音楽は強い味方しっかり楽しむってことが一番な気がしています、うん、無理しないってことも大切ですよね。そうですね、この間の心の病気を経て、うん、アドバイスにのっとり無理にテンションを上げることなく上がらないときはそのままでいくようにしたらずっと心が軽くなりました。うん、この番組をしっとり落ち着いてリラックスして楽しみますね、はい、リクエストは、うん、ボーディトリーみたいなセカンドラインがかっこいいドリンキングザレイン。ボーディトリーってね俺友達が一緒にやってたな。もう亡くなった四角ギター弾く人。友達なんですかボーディトリーが。いやボーディトリーと一緒にやってたドラムね島田君。はいはいはい、はい、島田あ私もお会いしたことあります2回。島田君と前バンド組んでたのよ。あやってたって。やって4年ぐらいやってた。あそうなんだ。そうだよ、かっこいいですよね、うん、またなんかちょっとねご縁があったらなんか湘南ボーイって感じがするんですけど、うん、そうそうそう、ね、歌もうまいしね、うんうん、歌もドラマももちろんスマートですよね。もともとチャーと一緒にやってたんで。そうですよね。あそうですよね。でカルメンマッキーの、まあうんうんうん、オズの前か、うんうん、ね心地よいウォーキングオンダーストリート、はいはい、ありがとうございます。何でも OK いつも通り、はい、自由気ままに動いてます。おなかなかに楽しい日々です、うん、田川にカレー食べに行ったら会長がいらっしゃったし。会長ね。ムーニーさんのライブに行ったらしげきさんが現れて、はい、まあ変わらず飲んだくれてましたが出会いの縁もブルサーブのねしげくん、はい、博多帰ったら一緒にやりますけどもね、はいはい、カレー屋さんっていうのはね僕の元の徳間ジャパンの時のベース、うん、梅ちゃんっていうのが、ね、お友達ですね、うん、なんだっけつぼ焼きカレーみたいなカレー屋さんでやってて、そこでねたまり場になったね最近。あそうなんですね、うん、寂しい人たちがたまらないそんなことないです出会いの縁もどんどん復活してます。あそうか、ファミリーの、西成の神様が挿入歌とエンディングを歌ってる映画西成五郎の4億円も見ましたがめちゃくちゃ面白かったです。あそうなんだ。俺もちょっと気になってんだよね西成五郎って映画ができてその神様もここの番組何回か来ましたけど主題歌歌ってるね。うん、その映画ができて最近主役の人いやじゃなくてその映画は映画だけどその中で挿入歌か主題歌かなんか歌ってる、ねうん、挿入歌とエンディング歌ってエンディングあすごいですね。ぴったりじゃんね西成の五郎、うん映画じゃあ行くか、はい、やりましょうかね。ウォーキングじゃなくてなんだっけドリンキングドリンキングドリンキング
決まった。久しぶりにやっても楽しいね。いや俺こうカメラさ今見ながらやってたらマイク入ってなかったかもしれない。俺カメラが来たらここ向くんだよ。いや写真撮るのも2秒ぐらいで顔変わるからね。本当ですよね。もう苦虫踏みつぶしたような顔してても写真撮ればいいですかってバッとニコッとなるから、ね、子供の頃からですか。そうです。そうなんだ。ああそうなんだ、うち商売やってたから、お客様にそう常に笑顔じゃないと。うちのね親父が笑顔はものすごい良かったのよ。やっぱ商売の ね、そうそう商売人、笑顔で商売人なんだけど、俺小学部行ったのよ大学の時。で大体みんなうちの兄も小学部で、で習い事って言ったらそろばんとかしかなかったから、あのギター習うとかしたことないよね、はいはい、お金持ちはバイオリンとか習うじゃん。それ全然したことなくて、小学部でさ簿記とかやってたんだけど計算が全然できないのよ。金勘定が全くで簿記だよしろ計算が全くできないんだよ俺。これがまたねえ、何にも役立たなかったね。だって大学の時ってさ昭和でも歌ってたから勉強してなかった。そうそう、あのほとんど行かなかったもん大学も。まあサークルとかもまあフォークソングなんとかとかあったんだけど、なかなかさ顔を出せない。もうその時はさ、あの中洲で
金稼いでたからね。あ、じゃあできるじゃないですか、商売を稼げばいいんですよ。いやだから その計算計算ができないのか、お金があるだけ使っちゃうからなるほどね。うん、こう貯める収支ができない、収支ができないんだよね、これがまたね。簿記やってたんでしょ。でも借り方貸し方、いやもう忘れたよ。あったね、借り方貸し方売掛金。ああ、バランスシート、バランスシート、あなたもそういうバランスシートはね、大事。バランスシートね、あった、ね、あるね、ありますよ。あなたもやってたの。やってました。本当、私は目で見る簿記っていう、なんかもう誰でも分かるような、あの絵本みたいなの買って、それで勉強しました。あ、自分で勉強したんですか。そうそうそう。あ、ブルースさん、ももちゃんから今メールが来ましたよ。あ、はい、そうですか、ももちゃん、はい、ありがとう。岡野さん、としみさん、桜田さん、鈴木さん、こんにちは。はい、こんにちは。前回ラジオにメール届きにくかったので、今日はメッセンジャーに来ました。これなんとか改善、なんだろうね、あのあれしたいよね、改善していきたいよね。ちょっと後で聞いてみますかね。うん、ね、うん、ちょっと調べてもらいましょう。うん、今日は久々の金玉、まん延防止期間が延長してしまいましたが、はい、加納さんのラジオは毎週あるので本当に心待ちにしていて、ワクワクで聞かせていただいています。うん、ありがとうございます。今日のリクエストは もしできたら、うん、風の中で立て、お願いします。としみさんのソングコーナーも楽しみですと。加納さん、としみさん、鈴木さん、桜田さん、また皆さんにお会いできるのを心から楽しみにしています。そうだ、マリとももこのももこより。あ、どうもありがとうございます。ももこさん、ありがとうございます。ありがとうございます、いつもね。ね、まん延防止っていつまででしたっけ。6日まで、3月6日まで、ね、延長になったんだよね。延長ね、うん、延長戦、まあなんだろうね、よくわかんないけど、まあでも広がってることは確かで。あ、本当。うん、なんか周りもね、じわじわいますよ。なるほどね。みんなあの、まあ、あの普段気をつけることをね、やっていればいいような気もしますが、しますが、うん、免疫力高めていきましょう。はい、まあ、ニコッとね、作り笑いしてたらね、うんうん、40年もしてたらね、結構ね、あの笑顔が良くなるよ。ああ、作り笑いしてたらほうれい線できないかも ね。そう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 、シワもね減ってくるし、まあ笑いシワはあるけど ね、 どうしてもね、こっちがシワできるよね、面とかね、うん、まあそれはしょうがないよね。目のところはね、うん、笑って目だけ動かないのも怖いじゃない。じゃあ松下としみコーナー行きましょう。行きます、今日は、ひばりさん行こうか。ひばりさん ね、 ね、ひばりさんしかやってませんよ。まあ、ほとんどそれですけど、そうですけど、うん、あ、まあ、ひばりさんご縁があるからね。久しぶりにこの歌 ね、 あ、 んまり、あの写真俺見たよ。何の写真ですか。ひばりさんのお母さんのお葬式の時の写真、あなたひばりさんの後ろに立ってたよ。ああ、もう入社ほやほやの時ね。ひばりさんの、まあ、まあみんなね、会社ね、会社、うん、偉い人がこう出て、ね、どこだっけな、組織のこうお母さんのお葬式、支店の、その時ひばりさんが一応、まあ、もちろん真ん中にいて、 その後ろにいるんだよ。そうそうそう、いました、あの、あります、1枚ね、入社し、うん、したての頃、だからまあそういうご縁がね、いろいろあってね、はい、じゃあ今日は久々にね、うん、じゃあ東京キッドを、東京キッド行きますか。はい、はい、歌も楽しいや東京キッド、粋でおしゃれでほがらかで、右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根
これがどうなるかっていうね、あのやりながらスリリング、スリルがあるね。初めて終わりぐらいは決めませんか。人だ。いやもうその都度もう俺は好きな好き勝手にやらせてください。本当ね、全然違うことをやってる。ということでね、もう時間？今日はオンユアサイドはやらないんですか？今日ね、ちかちゃんのお誕生日、娘の誕生日だから最後、ね、あの娘の歌を、はい、歌わせてください。いくつになったかは申しませんけど娘のために作った歌、オンニュアサイドを最後に、はい、はい、
で感じてる。On your side。はい、ということで、オンリーサイド、ちかちゃん、ありがとうございます。おめでとうございます。ということでね、ももさん、ちょっとリクエスト、風の中で盾をちょっとできなくなりましたけども、ももちゃんはオンリーサイドも好きだもんね。好きだよ ね、うん。ということでね、松下としみコーナーとオンリーサイドをお届けしました。あっという間の1時間でございました。何かありましょうか。あ、すいません、告知をちょっと、すいません、告知ちょっと、3月の26日に、元町の、あ、元町じゃない、ごめんなさい、学芸大学のメイプルハウスで、夜7時から塚さんと桜田やります。はい、あ、今回、パーカッションに藤井正幸、ゲスト参加します。はい、ぜひいらしてください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、私のライブはね、しばらくやりませんとか、そんなことないね。あったよ、3月6日かな。うん、3月6日は6日、6日、あ、ブルースギターフォーエバーね。で、12日がスモーキー、スモーキー、あ、アビームだ、アビームか、アビーム、はい、アビームね。またフェイスブックで、はい、ご連絡します、お知らせします。ということでね、はい、お相手は、はい、松下としみ、はい、桜田たけしと花尾芳郎でございました。来週のゲストはおかじ、新作発表ですね。と、ということで、お楽しみいただきたいと思います。 See you next time。思い出が流れる、春には菜の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しい